時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいだ。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあるか。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいなら狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のため。
来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎だ。私は任せよ。邪魔だてすると巫女の忍びを。忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。
しい。母上、少女よ、みんなどこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたは。なすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。私のため、そなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言。ザレ言だと。これはこのアシナを守るためならば。力であれ従えてみせる。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。猿が三匹、一つはカラカ。覚悟が終わりならば改められよ。確かにもらい受けた。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。
我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩賜、お守りしたいだけにございます。お主も留飲に見入られたか。話すことはない、猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。せがれよ、なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める、そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。もう神よ、
クロ様。久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りを。ケンイチロウ殿。そのようなものでは、決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。行為。参る。何もできなかった。だが竜印がこの国を生かす。これでアシナの世は明ける。私はこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえにセキロ、お主を斬るぞ。おそばにおります。竜の涙。生涯の忍びを、虫たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新
しい忍びが力を求める時が来るでしょう。